太平洋戦争時、1945年8月1日に、米軍が撒いた伝端8月1日夜に爆撃する都市を列挙しているものの、高岡については、長岡の後期の可能性が高い。日本軍による日課基本条約1周年の伝端。基本国策要項で規定された、東亜新秩序建設の国税に基づく。伝端とは、戦時において敵国の民間人。 兵士の戦意喪失を目的として配布する宣伝暴略用の印刷物。その語源は物事を伝える紙編という意味の中国語である。西洋では古くから用いられた戦略的な宣伝手段でフランスでの市民放棄パリコミューンにおいてフランス政府が上空より気球で撒いたものが最初と言われている。第一次世界大戦に飛行機が登場すると さらに大量配布が可能となり、相当の効果があるとされ、軍事的に重要な宣伝暴力の手段とされた。第二次世界大戦では、各国とも数千万枚とも数億枚とも言われる伝端を印刷し、飛行機を用いて広域に散布している。日本軍も上海入りした1937年頃から効率的に散布できる、この方法を採用し、展開を試みた。 中国戦線では、中国兵向け、南方戦線のインドシナでは、イギリス軍兵士、オーストラリア軍兵士向けの伝端を散布した。また、中国兵士向けには、投稿を促すために、同志表、軍隊嫌い賞、和兵立て国産歌賞などを巻いていた。日本軍の初期の伝端は、活字と写真だけで構成されたが効果は芳しくなく、給与の策で漫画入りの伝端を、 中国戦線向けに制作した。この漫画入りの伝誕はイラストが目を引き、中国の一般民衆に読まれた。以降、日本軍の参謀本部の下で伝誕作りは組織的に行われた。日本上空の制空権を握ったアメリカ軍は、連日 B-25 爆撃機等で空襲の目標となる都市に大量の空襲予告の宣伝ビラを散布した。これを拾ったものは、 憲兵や警察へ届けることになっていたが、確実な予告ビラであることからリアリティに富み、日本の民衆心理に効果を上げた。また、南方戦線では抵抗を続ける日本兵向けに投稿票、安全通行証が巻かれている。イギリス軍はフランス国にポール・エリュアールの自由を印刷した紙を散布、フランス国民そしてレジスタンスの指揮を鼓舞した。 好奇心日光の雷島とも2件、上海王政博有限公子好奇、木無き中国みんなげっぱなし的湖南高日、創年、もう2014年11月29日、戦後70年、予告された空襲、困窮する、生活1945年8月1日はこんな、日だった。ハフポスト、http コロンスラッシュスラッシュ m.hufingtonpu st.jp スラッシュ2 1 5スラッシュ0 7スラッシュ28スラッシュ news augeust 1n7886258html 2018年1月18日閲覧掲げて投稿すれば生命は保証するというものである。ありがとうございます。